使った南の方のリベルターゾ・フロルデオロ地帯をクリアして、残すは北の方面なんだけど、このあ、そう、そっか。謎の地域ラクールスってところあったでしょ、ラクルス。マップの右下あたり。あー、あった。ここはね、聞いた話によるとね、ここをプレイしたらもうゲームがクリアできちゃうらしいんだよね。マジかよ。まあ、だけどもうちょっと幹部倒していきたいから、今度北を順番に潰していこう。OK。つうわけで、バルベチョスに行くぞ。ちょっと入ったことあるけど。バルベチョスチャーリーってとこに行こう。マジで久々だからな。これたまに重力かかってんじゃうん、誤爆しないでね。ん。うん。久 々ミスりのそう。あったかそうな地域に。あ で、まずはここだ。エルプルポの右腕であるワーグナーはシプコ銀山にいるそわ。っか。ワーグナーに会ってボスの居場所を聞き出してちょうだい。まずはね、ボスの、ボスじゃない ボスの居場所を 聞いちゃうぞ。捕まってろ、俺が運転する。よいしょ。まあもうユニダットがいなければもうこっちのもんだから。ほんとユニだとめんどくさいもんな。とね、前回なんかジェンセンというなんかゴムゴムの実を食べたような人間が現れるし、あれひどかった。でも腕俺がこっちの画面ではな、見えなかったんだよ。伸びてたんだよ。伸びてる上に、なんか触れなくなっちゃったし。ひどいわ。集落はあるんだけど、全然敵はいないや。うん、なんもいない。ああ、おや。いるね。さて。ドローン展開。なんだろうな、工場か。一旦偵察をさせよう。あそこにスナイパーがいる。反乱軍にエリアの偵察を要請した。敵の位置を送る。ん？なんだ？ドローン展開。ヘリか。そういう。あれ、どこヘリ？まあ下から。まあ警報あるからちょっと壊しちゃうかはい、マクミランさん、こんばんは。下から順番に潰していこう。警報？ら。うん。あれか。あれ壊した。ナイス。警報を停止した。で、あっちの監視塔スにもナイ一パーを発見人。した。ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。こんなとこだね。で、正面のこの道路からね、重装と一般の兵が2人降りてくる。ブラックホークダウン。ブラックホークダウン。どうしようかな。脇で登れそうなところがないんだけど。ここ行くしかないのか。いや、右行こうか。登れる？無まあ、い理。ける。やべ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 。おい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 、まだバレたかねえぞ。さすがにね。このさ、屋根の上のスナイパー一人だから、あれ倒していいんじゃないかな。当てれそうなら。いや、頭一個つらいな。警戒解いた。あのスナイパーにめっちゃ見られるんだよね。俺がやってみるか。ナイス。でね、そこの2人倒したいんだけど、もう1人敵がいるんだよね。ちょっと待って。もう一人。おっあのと、一人か。武器が設置されてる。こいつやっちゃうわ。オッケー。ワーグナーの外見に関する情報はなかった。元嫁が分からなかったら聞きなさいってよく言っこいてつた。やるわ。
いつものクソ野郎を言い忘れてないか。俺の元嫁だ。ちょっと待って。言わなくてもわかる。奥から来てるな。奥から来てるし、スナイパーがもう一個上にいる。ちょっと。あ、帰ってったね、二人。うん。1番と2番を倒したいな。1番後ろから捕まえるわ。向こうに銀山だ。OK。サンタブランカがここを占領し、バルベチョスプラタに採掘させている。鉱山労働者にはどうでもいい話だ。1キロも地下に閉じ込められてたら、上が誰だろうと変わらない。スナイパーに見られたわ。おお。スナイパーじゃない、一般兵だ。2番ほっとくか。あれ、ちょっときつい。うん。いや、こっちからそれていこう。で、鉱山の責任者を尋問するだから、バレたら逃げられちゃうよ、きっと。なるほど。広いな、にしてもここ。本当の。あそこにスナイパーがいる。警報を。あ、警報あった。フューチャーソルジャーのスキン見てたんですが、あれかっこいいんですよね。怖そう。ゴーストリコンフューチャーソルジャーのスキン見てたんですが、あれかっこいいんですよね。ああ、フューチャーソルジャー、フューチャーソルジャーやったことないんだけどね。フューチャーだから多分近未来的なやつなんだろうけど。あったらね、あの光ってるの。頑張れ。ちょっと こっちからきつくれば。ああれ真後ろか。うん。電波。気悪いよ。ならちょっと移動しよう。ここ乗り越えれる？乗り越えれる。はい、こんばんは、カイトさん。おっしよしよしよし。侵入で。おっと待って、右上。てるミッションがありまして。あ、右上か。なるほどね。ああ、奥行ったね。行けるかな。ちょっと倒しに行ってみるわ。警報の方よろしく。オッケー。これ階段登るしかないのか。オッケー。警報を切ったぞ。対戦ってまだ来ないんですか。対戦ってまだ来ないんですか。あ、PVP ね。秋ということだけ聞いたけど。9月にオープンベータじゃなかったっけ。あ、そうだっけ。あ、じゃあもう近いのか、うん、ベータは近いのか。ベータは近い。 OK。 責任者どうこう。ゲートにスナイパー。ゲートにスナイパー。ちょっと、ああ、警報もう一つあるわ、上に。警報をつけて。まだあんのか。偵察させよう。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。ゲートにスナイパー。これかな。違う。楽しみだな。責任者らしいやついないぞ。でもやたら重要そうなところあるけど、あの黄色いところの中じゃないの。本当に多分。上の方にショートカットできそうなところがないから、下から順番に登っていくしか。なんか勝手に爆発して勝手に警戒されたんだけど。なんか爆発音は確かにしたけど、あ、なんかそっち敵向かってってるよ。あ、待って待って待って、何もしてないんだけど。ヘリ違う、責任者があいつ車に乗ったな。ちょっと待って。じゃあさ、爆撃しちゃって逃げさせたらいいんじゃないか、わざと。何、逃げる通路は分かったの。まあ車に乗って逃げようとしてたから、ならもう敵多いところ突っ込むよりかは逃げさせて追跡した方が。そういう。
だからまずはヘリコプターをピックして、ハンラグに乗り物を頼んだ。いや、ヘリを用意したぞ。ヘリコプターの挙動がね、変わったんだよね。俺が操縦する。乗って乗って。あそこか。で、ちょっとこの新しい挙動に慣れるのか。ちょっとじゃあここから偵察してみて、全体。ああ、OK。この高さでギリギリバレないでしょ。電波が。ちょっと待って。あ、なんかびっくりマークあるじゃん。びっくりマーク。あの武器とかそういう情報のやつ。ああ。ある程度チェックつけないとね。うん。まず。逃げようとしないと思うから、そのチェックつけたいんだけどさ、もうちょっといけない。ここ限界だわ。おあーっと警戒されてる。3人目を発見。5人目だ。あー、ドローンが裏に移動して、ちょっとさ、ドローン壊れたんだけど。あー、バレる。あ、チームメイトが発見されたって。うっそ。あ、これここで発見されるようになったんだ。あ、警報鳴らしたね。逃げないのかな、まだ。ちょっとさ、機体が安定できるようになったから敵を撃ってみて、ここから撃つの。ちょっと無理だ、カメラ的に無理だわ。無理。ちょっとまずいな、このね、左の方しか撃てない。おりゃ、あ、いた、捕まえよ。あ、ほら、待て、戦士、いた。え、死んだ？うん、捕まえた。捕まえたのか。捕まえたはいいんだけど、待って、敵がそこら中にいる。助けて。何こと言われても。助けて、入れてて。お前ら人質に当たっちゃうだろうが。入ってきて。よし、助けて。尋問しちゃうか、ここで。ワグナーの居場所を教えろ。嫌なら足を打つぞ。短期にも程があるだろう。こんばんは、初見です。はい、初見さん、いらっしゃい。メディアの手下にさらわれた。よっしゃ、逃げたい。逃げれない。ワーグナーの方に向かって、こっち。死ぬ。ワーグナーって人をね、発見して、その人が知ってるっていうから、この敵だらけのところで尋問したら、そう言ったからね。その人解放しちゃえば OK。 リスポーン。ちょっと、よし、オッケー。こんなグダグダで大丈夫か。いいんじゃねえか。反乱軍に乗り物を置いていくよう頼んだ。乗り物を呼んだ。遠い。乗り物に乗ってワーグナーを解放しに行くぞ。痛い。おい、結構時間やばいね。うん、俺らゴースト分隊じゃなくてもワイルド分隊だから。よっしゃ、行くぜ。おお、あ、ちょっと待って、こっちでいいのかな。よし、あ、なるほど、この下だ。ああ、
も今はサンタベルンカの者だ。ボリビアの全ての産業に手を出してるな。ここで一番重要なのは誰が奴らの商品を買ってるかだ。ちょっと待って待って、これ大丈夫か。石油や鉱物はいつの間にか市場に紛れ込んでる。OKOK、まさにコマンド。これ落ちたら死ぬやつ。あーゲートにスナイパー降りれねー。向こうかドローン飛行中で解放しないとな彼を。ちょっと降りたいんだけどさ。うん降りたいんだけども、いやでもここの坂なら、この坂なら、いや死ぬ死ぬ、スーッと行けた。よしマジかよお前。まあもう時間がないから急がないと。よし、人間らしからぬ挙動だけど死んでんじゃん。お前何が支援を要請するで、もう時間ないからちょっと先に行くよ。おう、あーでも待って、何が坂道スーッと。やばいやばい、時間がない、急がないと、あと1分だ。なんだよ、向こうの警報でこっちが警戒されてんのか。あら、よし、あと55秒か。ゴーストの力を見せてやる。武器ケースがあるぞ。で、リスポーン。ここかよ。これまた死ぬんじゃん。オッケー。確保。本当にありがとう。で、あんたら誰だ。しばらくは命を握られてると思う。行くぞ。よしよし。あ、ここになんか武器ケースがあるぞ。おお。なんだ。ショートアングルドグリップ。落ち着け。行くぞ。ほう。とりあえず早く下に来なさい、下に。そんな上にいるのまた。うん。いや下に行きなさいって言われてもさ。こっちに武器置いてあるよ。行けないんだもん。いやでも今捕虜がいるから。この人とりあえず乗せて、そっちに迎えに行こうにもだな。行こう。ちょっと待ってね。うん。あ、っていうかそこの高さなら、こ待って、戦車がいる、敵の。待って、敵がいるじゃん。本当だ。いてててて、援護して上から。きついな。はい、職員さんいらっしゃい。なかなかきついな。いてててて、あ、横からも来てる。うるせえ。うつな。これ無理でしょ、車に乗っけたままだけど。あと10秒。いやあのね、あの俺が下にいるから、うん、あなたがこっちに落下してきても助けれるじゃんって言おうとした矢先に敵がやってきたから。いやリスポーン。どこ、あ下か。どこに湧いた、またちょっと上そこか。あ怖い怖い怖い。なんで別の敵がいるの。ちょっと待って、ちょっとなんて。ひどくない。何してんねん。リスポーン。同じところからリスポーンしてるが、どうすんだよ。待って、ナイス、OK。 でそのまま下に下りたいから、こんなところに車が。微妙にスライドすればちゃんと落下せずに死ぬけどね。90度ぐらいの勾配でなければ。ん、落下せずに死ぬの。よし、
おっとっとっと、あ、これはやばいかも、これはやばいかも、これはやばいかも、よし車に乗ってればなんとかいけるんだ。あれ敵がまだ残ってる、これあ、いた、よし、これも全て人質のせいだほら降りろ、静かにしろ、歩けしょ。でこっちにパーツがあったよ、あれ、あ違う、こっちだ、なんだよ、あの建物、初見です、あの建物、いつもは FF シリーズを拝見させていただいてます、 M アンダーバーアンダーバー M、 はい、こんばんは。心配するな、スエーニョが新しい業者を雇ったのか、請求書は見てないな、心配するなと言っただろ、さっきタイから帰ってきたぞ、プルポに雇われたのか、そうだろ、いつもの秘密の口座か、あいつの簿記係なんだがどう記録しろってんだ、これ取った、うん、それ取った、一体なんでこんなことになってるんだ、少なくとも今はニディアが俺たちを恐れる必要なんてないはずだ、盗みを立証できるほど長い間調査してないしな、不正がバレるのを恐れてるのかもな、そうかもな、ちゃんと調べなかったら俺もどうなることやら、この人すげえ喋るな、え、ひよこさんこんばんはまだ喋んのか、ニディアはプルポが超喋るな、盗みに来たと思ってるんだってよ、なわけねえだろ、そういうお前も自分が置かれてる状況を理解できてるのか、ええ、昔はスイまともな車がねえヘリダメだろ、ヘリ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 なんかここでヘリ呼んだらすげえとこでホッとしそう、大丈夫かな、パック型に乗り物を頼む、 ありそう、お、お、来た来た来た、あ、乗せれるじゃん、うん、後ろになる、あ、そこか、取れこの野郎、よしちょっと資料を、はあ、撤収、任せろ、俺が操縦する、なんかこの新しいヘリの挙動がまだ慣れないんだけどそんな変わってる、あのね、右スティックでカメラを向けた方にね、飛行機が向くようになったというか、ああ、真下に食料、はあ、あ、これ真下空港、これ、あ、見つかる見つかる、はい、連行、あれ落ちた落ちた落ちた、はい、あのホストの接続が、うん、ちょっと待って落ち着け、行くぞ